はぁ、こんばんは、ハルケです。今回はシーズン4、アクト2、マスコットマッドネスのおすすめ交換報酬を紹介していきたいなと思います。本日からですね、新しくシーズンが変わり、報酬も一新をされました。その中で、個人的におすすめの交換報酬、紹介をしていきたいなというふうに思います。まあ基本的に選択肢があるものを中心にですね、話をしていければなと思います。まずはレベル5ですね。レベル5、フューチャースターのメルランかな。この選手になります。まあ基本的に、まあこの選手だけというふうなことになるんですけど、基本的にはまあ素材の選手かなというふうには思いますね。レース度も低いですし、そこまで使える選手ではなさそうな気がしますね。ただまあこの選手もらえるというふうな感じになってます。で、そしてレベル10ですね。レベル10でもフューチャースターの選手、まあムサかな、ミランの選手になるんですけれども、まあこの人に関してもまあそこまで強くはないかなというふうな、ところ、まああくまで目標の選手だなというふうな印象を、受けます。スパサブだったらまだありかなというふうなところですけど、まあどうなんでしょうかというふうなところですね。で、そしてレベル15です。レベル15はですね、まあ何かしらのプレイヤーピック、か、もしくは 85×7 名というふうなことになってます。まあ後々ですかね、このピックは多分明らかになるというふうに思うんですけれども、まあ多分そこまでいいピックではない。例えば 85×4 名とか、そのまあ85以上の選手が4名ピックとか、あとは86のピック3名とか、多分そういうふうな感じだと思います。まあ、もしくはイベントカード、85以上のまあなんかサンダーソラックとかダイナスティーズとか、多分そういうような感じだと思う。まあ何かしらのピックというふうな感じですけど、まあ個人的には 85×7 名が結構熱いので、まあピックで誰か1名ゲットするっていうよりかは、85以上のまあ素材集めにもねいいですし、7名ゲットできるのは結構でかいので、 85×7 の方が、結構どんなピックがレベル15で来てもまあよほどんじゃない限りは、個人的には、85×7 の方がいいかなというふうに思いますね。ここは安牌だと思います。で、そして続いてレベル20ですかね。レベル20はですね、 85×10 名、もしくは 87×4 名ですかね、というふうなことになってます。まあどちらが当たりやすいかというふうなところではあるんですけれども、もちろん 87×4 名の方が、かなり確率的には高そうな気はするんですけど、まあ選手が4名だけというふうな、感じにはなりますね。まあ極論87の選手が4枚出てくるっていう可能性も、あります。イベントカード抜きで。っていうこともまあ考えられるし、ただ 85×10 名でも十分イベントカードだったりとかはね、当たる可能性は高いというふうに思いますし、かつ素材も多くでゲットできるというふうなとこ考えると、まあ 87×4 名もかなり魅力的ではありますけど、そうですね、やっぱ 85×10 名の方が自分はおすすめかなと、思います。これ選んどいたらまあ間違いないかなというふうには思いますね。素材もゲットできます。で、そして、最後ですかね、最後レベル25、ちょっと早めになってしまうんですけれども、一番最後の、レベル25はサンダーストラックアイコンのフィーゴ、もしくはプレイヤーピックですね。これも何かも分かりません。まだ分からなくて、多分後に分かるものだと思います。か、もしくは 84×20 名ですね、この3つから選ぶというふうなことになってます。まあフィーゴは今の環境、今ゲットしてもそこまで必要ではない選手、弱くはないけど代わりはいるっていう風な選手なんで、まあこの人も選択肢からは多分一番最初に外れる。で、またプレイヤーピックが何なのかという風なこと、まあこれは正直まだわからない部分ではありますけど、まあアイコンピックなのか、まあもしくはイベントカードのピックなのかだという風に自分は思います。ギャンブルが好きな方は、このプレイヤーピックでもいいと思います。ただ安牌はやっぱりパックですね。 84×20 が、安牌だと思いますし、それこそ、基本的に自分はパックをおすすめします。 84×20 名をおすすめするんですけれども、素材に余裕があったりとか、まあ、なんかこう当てたい、アイコンなのかイベントカードなのか強い選手を当てたい
でそういう当てたい選手が対象の中にいるっていう風なピックだったら、このピックでもまだありだと思います。もう結構ね、序盤みたいな感じは今のね時期はないので、素材よりもちょっと当てたいみたいな欲がある方だったらまたピックありなのかなっていう風には、うん、思いますね。ただ個人的にはやっぱり安牌は 84×20 名になってくるかなと思いますね。まあ、という感じでこちらがシーズン4アクト2マスコットマッドネスのおすすめ交換報酬になります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらちゃんと登録高評価お願いします。それではバイバイ。